フェザー級のタイトルマッチ、サウスポー同士の対戦です。ここまではハメドがいつものペースで押しています。まあハメドはいつものように自由自在、決してサウスポースタイルにこだわりません。あらゆる角度で、そしてあらゆるスタイル、スイッチももちろんします。形があってないようなものですが、しっかりとそのベースはしっかりしています。今日の試合はですね、今までの試合よりですね、やはり相手が1位なだけにですね、はい、攻撃面では割といい攻撃してますね。右をよく使って、はい、そしてなおかつハメドの特徴であるその右アッパーをその叩き込むですね、作りっていうのをやってから、減枠させてから打ってますね。今スイッチしました。ああスイッチします。右構えになっています。オーソドックスタイル。ハメドあーっと戻ります。あの右よく今日は入っています。丁寧に、基本に忠実に、基本というか戦い方忠実にこの1位の挑戦者を迎え撃っています。出ました。ブレイクがかかった時に打ったんじゃないですかね。一回レフェリーがきちんと中に入りました。今度は左のストレートをいきなり持っていきます。さあ始めていきます。これ引いてるか、下がります。ああ、低すぎました。左アッパーを蹴り出しています。ここだよ。